さあ皆さん始まりました。5月と11日、今が15時30分、いつも通りマーケットの分析始めるんだけども、日経平均ね、まあ小幅に上昇ですね。昨晩アメリカの CPI 発表なされましたと。まああの消費者復活数、これ4.9%で、ね、久しぶりにね5%割ってきたんだけれども、コアの方がまだ高止まり依然と続いてる状態ではあるんですよ。で、その中で米国株は高安まちまち。で、日本株に関してもその影響でね、まあ若干ね、上がっただけなんだけども、 ただし、日経平均の理論値が、昨日時点で1000円ぐらい吹っ飛んでるんですよね。で、さらにソフトバングループ、また赤字、まあ、PTS で上がってるんですけど、というところで、ちょっとまたね、あの、懸念すべきところが出てきてるので、現状のマーケットの分析ですね、状況のアップデートをやっていきたいと思います。で、僕に関して言うと、ちなみに2013年からね、一応7年間証券会社に勤めていて、最終コンテンまで行ってます。で、画像がこちらですね。はい。 で、ボーナス狙ってね、毎年社長賞を取ったりとか、しっかりと実務経験を積んできているので、そこあたりを踏まえた上で、これからの話でよかったら参考にしてもらえると嬉しいです。皆さんよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。という中で、まずは、日経平均の分析からやっていきましょう。で、今日ね、4円高ですよね。余円高。まあ、直近1週間ほど石柄調整が続いているという状態の中で、まあ、明日ね、金曜日迎えるような形になるんですけども、 な、米国とね、日本の SQ が近づいてるっていうところで、そこに向かって上がってるような形です。で、チャートの形を見ると、ストキャスティックスは加熱気味、RSI は、ま、ここのラインですよね。二つライン引いてるんですけど、一旦ここの上のラインですね。ここを割ってきて、さらにここの下へのラインを割ってくると、下向き圧力が入りやすいよ、っていう状況。で、MACD の、デッドクロス形成、ゲラクトレンド入りはまだしてないんですよね。要は、 青のラインがオレジュラインを上から下に突き抜けて下落トレンド。まあそれを形成するような流れはまだ出てない。若干青のラインはね、下向きになってますけどね。で、冷やしの形。はい。まあ4区形成、これ以前と変わらないです。窓が1つ、2つ、3つ、4つ空いてる中で4区形成しながら加熱感を伴いながら日経平均上がっていたと。で、到落でしょうがまたね、1 4 1単旦超えて、まああの、加熱のサインを出していたので、 一旦ここの2万9000円レベルで、まあ、揉んでるっていう状況ですよね。で、一つね、あの、ここで見てほしいのが、もう表示してるんですけど、PR14.5 倍の日経平均の理論値で今、日本株って動いてるんですよ。ずーっと僕の動画見てる方だったら、あれってなると思うんですよね。なんでかっていうと、これ、2日前までは、一昨日までは、 pr14.5 倍のラインがここじゃなくて、ここのラインは pr14 倍の日経平均の理論値だったんですね。要は、理論値が1000円ほど大きくプッシュダウンしてます。なぜなのか。まあまあ、決算シーズンだからっていうところなんですけど、いい決算出て上げてる銘柄ありますよ。ただ、全体見ると相対的に悪い。これに尽きると思います。で、そこに関係するデータですね。まあ、それもちょっと皆さんの方に、あの、見ていただきたいんですけど、それがですね、 これですね。日経平均の理論値。あの、今日時点のものは出てないです。今日時点のものは。で、5月10日、2005.66円なんですよ。日経平均の一株当たり利益が、一株当たり利益がですね。で、5月9日、2076.9円なんですよ。全体の日経平均の利益が、 たった1日で3.43%減ってます。吹っ飛んでます。2076円から2005円。大きく減っちゃってるんですね。利益が減っちゃってるんですよ。全体が。平均がね。ということは、日経平均の理論値も下方修正が入っていて、PR14 倍。要は、29,077円が5月9日時点での日経平均の,の PR14 倍の時の理論値だったんですよね。で、この理論値の求め方は、 pr14 かけることの EPS さっきの2005円してもらうとこれ28,079円とか出てきます。5月の9日29,077円から1000円下がって理論値が28,079円になってるんですよ。要はベンチマークが下がっちゃってるんですよね。要はこのね、理論値っていうのは基準値なんですよ。基準値。ベースマーク、ベースマークなんですよ。 それが、それを元に日経平均が割高か割安かっていうのを判断していくんですけど、それが利益が吹っ飛んだことによって下がっちゃってるんですね。1000円も大きく。で、PR14.5 倍。まあ、この理論値が何歩なのかっていうと、14.5ここに打ってもらうと、こういう風に出るんですけどね。はい。要は、えっと、ここですよね。ここだったものが、こっちに繰り上がっちゃってるんですよ。 通常、これだけ、要す日経平均の理論値が吹っ飛ぶと、僕の経験則的、ま、10年間のね、あの経験則的なところで言うと、下がってもおかしくないはずなんですよ。それがやっぱり強い状態。ま、高値圏内揉み込んでる。ま、SQ に,に向かって、ま、上がってるっていう状況の中で、さあ SQ 突っ込んだ後、ま、どうなるか。で、アメリカの SQ もね、どうなるかってところを、見ていかないといけないと。で、ここでね、一番最初冒頭部分で、 思い出して欲しいことがあって、何なのかっていうと、要は、今この日経平均の一株当たり利益の話したじゃないですか。ソフトバンクグループですよね。要は。日経平均への寄与度の高い銘柄コード9984の銘柄の決算が今日出ました。で、中身的なところで言うと、もう連続赤字ですよ。まあたい9000億円超、1兆円いかないぐらい、まあ赤字出てると。はい。 えっとですね、23年3月期の連結最終損益は9701億円の赤字。はい。で、前期が1兆7 0 8億円の赤字から赤字幅は縮小してるんですよね。まあ、マーケットが全体的に戻ってるから、やっぱり赤字幅は縮小してるんだけども、それでも赤字。はい。なお、24年3月期はまあ、ブランクしてると。はい。いう状況なんですけど、うん。 赤字ではあるんですよね。で直近3ヶ月の実績である1、3月期、第4クォーターの最終、連結最終益は576億,億円の赤字なんですけど、赤字幅は縮小してるんですけど、日経平均への寄与度がやっぱし高いので、1株当たり利益がまた減っちゃうかもしれないわけですよね。そうなってくると、今そのさっき、 見せていた日経平均の理論値2005円割ってもしかすると1900円台まで下がってくるかもわかんない1900円前下がってくるかもわかんないここでちょっと思い出してほしいのが過去の日経平均の値動きなんですよいわ今29000円レベルですよねでこれがあの今年の あ、去年の8月16日。まあ、それと同じぐらいのところまで今上がってます。じゃあ、その時の日経平均の理論値は何歩だったの ?8 月ですよね。8月ですよね。下の方に、ま、あの、スライドしてってもらって、2022年の8月、日経平均の一株当たり利益は、こんな感じです。2200円なんですよ。その時と比べて、1割ぐらい減っちゃってるんですよね。2200円から今2005円ですから。 元の水準に戻った、されど、日本株の割高感は、その当時よりも上がってるよっていう状況。はい。PR は14.52倍ですからね。なので、あの、ここがね、どうリアクションしてくるかなんですよね。で、今マーケットが上がっている。もちろん、まあ、昨晩の CPI を、まあ、通過したっていうところもあるんですけど、あるんですけど、ウォーレン・バフェットさんの、ね、発言、日本株追加投資。 はい、検討する発言を受けて、今日出た最新のデータを見ると、海外税また買ってきてるんですよ。5月の2日の週、1602億円の買い越しですね。現金部分でね。で、個人と投資信託と信託銀行は売っていてで、証券事故も3週連続で買い越しです。で、海外税はこれでね、まあたいその6週連続で買い越し,してるような形なんですけど、現金部分で、まあ2兆円超買ってますよね。 二兆円ちょっと。日本株を。で、先物も,も合わせてっていう形なんですよ。まあ、ここがまに、あの、日本株を押し上げてる。もちろんこれもある。で、あとは、ま、証券事故が、三週連続で買い越し。これは、信用の売り方をやけに言ってますよね、完璧にね。前から言ってますけど。はい。あの、証券事故の特性第一。だ、第一っていうか、ま、それが特性なんですけど、一つしかないですけど、最近の傾向で、信用の空売り残が、 要は、多かった場合、マーケット全体でね、増えた場合、それを焼き肉ような形で買いの手を入れていきます。空売り税の,あの強制ロスカットに伴う買い戻しですね。それを誘発させるような形で、証券事故から手口が出てるんですよ。まあ、それはもう過去のデータみたいに明らかになってるので、あのー、ここですね、一回説明しておくれますね。えっと、これ日常合計の信用バイとレスって言って、マーケット全体の信用の売り算買い算がどれだけあるのか、増減してるのかっていうのを表すデータです。 で、あの、最新の4月28日のデータでは、売り算が7659億、買い算が3.3兆。売り算よりも買い算よりも4.32倍多くて、受給は、まあ、あの、信用評価損益率はマイナス2桁下回って9%台ですよ。はい。で、ボトム近辺は6000億近辺なんですよ。 6, 億で、これが1月の27日の週から売り算が増加して8000億。で、2月の24日に1兆。で、一旦6000億ぐらいまで4月7日行ったんだけど、また増えて7600億円まで増えてる。はい。あの、ここのね、ちょっとそのデータ覚えとってほしいんですけど、1月の27日の週に投資主体別の売買動向を見ると、証券事故はここから買いの手入れてるんですよね。 で3月の10日、シリコンバレーバンクショックで下の方に突っ込んで、あのー、下がってしまったっていう状況なんですけど、あのー、一致してるんですよね。証券事故は買いの手に入れてる段階が。はい。で、過去の動、あのーちょ、動向を見ても、まあそういった形でデータが出てるので、あのー、これはね、あのー、正しい考え方、解釈なんじゃないかなっていうふうに思います。はい。証券事故はおそらく空売りの買い戻し。まあ例えば、あの日経ダブルインバースであったり、 ダブルレバレッジだ、レバレッジだったりね。そこあたりの、いわば、売り玉が増えてるので、下げたら儲かる方にかけてる玉が多いので、そこを、まあ、焼きに来てるのかなっていう形です。まあ、そこは覚えておいてほしい。まあ、とりあえず、その今強い原因は、まあ、海外増投資家が、やっぱし、6週連続で買ってる。これはでかいですよね。はい。買い付け金額は下がってるけれど、っていうところは、まあ、つきますけど。で、あとはその、直近1週間揉んでる原因は、まあ、まずこれ。 当落レシオ。これ日本株全体の加熱感。割高割安かっていうのを判断するチャートなんですけど、120を超えると加熱気味。で、80を下回ると売られすぎなんですよね。で、5月の9日143まで上がって、今日25日のレシオは、ま、124まで一応低下してる。だから、マーケット全体は指数は高値圏内で揉んでるんだけど、押してる銘柄もあるんですよね。 押してる銘柄も、まあ、決算後に大きく下がっている銘柄もありますよという中で全体の馬強感でいうと一部の銘柄が、まあ、あのマーケット全体を引っ張っているとじゃあ今日、マーケットを日本株日経平均を引っ張った銘柄がどこなのか確認ですね、上昇強度1位東京エレクトロン1.6%ほど上がって日経平均25円、この1銘柄で。 押し上げてます。で、その下に、アドバンテスト、KDDI、まあ、富士フィルムであったり、バンダイナムコ。まあ、この5銘柄が上昇強度トップ5。まあ、半導体株が押し上げてるっていう感じですよね。で、逆に、下落強度トップは、強発行キリン13%急落ですね。はい。で、住友金属鉱材も、まあ12、12%ほど下がって、顔も急落。で、ソフトバンクグループ、ファナック。この5銘柄が下落強度トップです。だから、下げてる銘柄、強烈に下げてるんですよ。 この見ても。まあ、顔も、あの、まだ上げて急落してましたしね。住友金属鉱山も暴落してしょで、ソフトバングループは、さっきのその、赤字幅縮小っていうところを見て、海外投資家が、海外投資家っていうか、ま、PTS で上がってます。5%ぐらいで、ね。だから、それが明日、指数に対しての、やっぱその、アッパーっていうか、まあ、下支え要因になるのかなっていうのはあるんですけど、今の現状の PTS 見てもですね。えっと、今ですね、 下がってきてる。やっぱ下がってきてる。まあまあ悪かったですね。えっとね、今、えっと、時間がですね、15時32分時点なんですけど、ソフトバンクグループの PTS は、さっき5450円だったところから、5150円に低下レスだね。まあ、あまあ、この決算出てね、上がってるの意味不明なんで、さっきの PTS のやっぱしあれだったのかなっていう感じなんですけど、 下がってきてます。ソフトバンクグループの PTS は。元に戻って湧点ですね。ということは、現状か、ソフトバンクグループによる下支え要因っていうのはないっていうふうに考えた方がいいっていうことか。ちょっとそこに関しては訂正します。皆さんすいません。あの、さっきのデータ、さっき PTS5% 上がってたんですけど、ちょっと下がっちゃってるんで、あの、そこの下支え要因はないですよね。なので、全体的な状況感で言うと、場鏡感で言うと、 悪いんですよね。下げてるから。主力銘柄。住友金属鉱山。鉱山。まあ 11.、11.74%急落でしょで、さっきも言った通り、まあ、もちろんね、半導体株強かった。アドバンテスト。まあ、ボトム取って上がって、2.53%上昇。ま、カラウリがね、やっぱその、ある程度入ってるってところもあるし、レーザーテックもバンドオーク日柄調整継続中。はい。あの、信用の期日、11月の下がり期日、5月の半ばに向けて、 依然としてもみ込んでる状態ですよね。これ11月の16日、質高値なので、半年後、5月の16日、来週ですね。そこに向かって信用のキースがあるんですよ。要は、高値で買った人たちは半年後にレーザーテック売らないといけないんですね。制度信用取引で買った人たちは。これルールなんで、もうなくなく今投げてる状況なんですよ。で、信用改ざんめちゃめちゃ多いから、やっぱし、上値が重たい。なかなか、やっぱしマーケットの流れとは逆行するような動きになってしまっている。 ま、この流れは、レーザーティックに関してはもう、前からね、まずいよって言ってたんで、ま、これ予想通りなんですけどね。で、東京エレクトロンも1.63%上がって、半導体株は、ま、こじっかりだったんですよね。うん、こじっかりだったんですよね。で、ソフトバングループは0.85%下落で、今日、またね、赤出してきてるっていうところで、ま、普通はね、赤っていうか、もちろんそのアームのことであったりとか、 AI 分野に対してまたね、あの、入っていくみたいな感じ、あの、チャット GPT 絡みでね、とか、そういったニュースとか、ま、いろいろとね、あの、ソフトバンクに絡んで、グループだけじゃなくてから、モバイルも絡んで、ま、いろいろとその、出てはいますけど、あれですよね。で、今ですね、ちなみにドル円は134円の20銭台。ま、前半で動いてます。で、ここに関しては、昨晩発表された、アメリカの消費者物価指数ですね、そこのデータも確認してなあかん。 はい。あの、そこをちょっと読み合わせていきたいと思います。アメリカ、まあ、労働省がね、発表した、10日の消費者物価指数に関しては、4.9%です。前年比。2年ぶりに5%を下回ってきたっていう形で、改善傾向はあったんですよ。ただし、あの、コアの方に関しては高止まり状態が続いていて、消費者物価指数は順調にこう下がってるんですけど、価格変動の、まあ、高い食品であったりとか、エネルギーを除外した、 物価指数に関しては依然として高い状態でうろちょろしてる。で、このデータが出てきて、アメリカの方でどんなニュースが飛んできたのかというと、利下げ期待が再燃みたいな感じとね、なんかよう意味のわからない論調が繰り広げられてると。もう当て付けですね。はい。そんなの出てこきません。こういったデータでは。もちろんその消費者物価指数が4.9%、5%下回ったっていうのは、あれなんですけど、 はい。ただ、やっぱし、コアの方が、なかなか、依然として大きい。ここですね。見てほしいんですけどね。はい。コアインフレの伸びが依然として大きく短期的な利下げ観測を後退させただろうが、サービスインフレが冷え込んでいる兆候は、6月または年内に利上げ停止を裏付けると述べたと。あの、これ、ある、要は、BMO キャピタルの、 エコノミストが発言してる内容なんですけど、もちろんそのパウエルさん、利上げ停止に関しては、匂わせてきますよ。来てますよ。もうプンプンしてますそういった匂いがね。だけど、利下げに関してはまだまだだよって言ってるんですよ。で、このデータ、で、前回のアメリカの雇用統計見た段階で、依然としてコアの物価上昇率が高止まりしてるような状況の中で、利下げ確率なんて、やっぱその、出て、若干出てはしても、そんな角に折り込まれてくるような状況ではないと思います。はっきり言って。 依然として物価は高い。で、下の方にね、行くと、まあ、こういった形で、あの、その他の分野ごと部門別の状況とか出てるんですけどね。こういった形でね。まあ、そんな形の中で、ただ、まあ、今回こういったデータが出てきましたよ。消費者物価指数、コアの方じゃなくて、エネルギーとか食品込みの物価指数が出た、あの、改善傾向、2年ぶりに5%下回ったってことで、最近利回りは低下ですね。 はい。利上げ観測が若干後退したってところで、2年債り回り3.904%、5年債、10年債、20年債り回り、全体的に低下。ちなみにその WTI 原油は、あの、72.8ドル、6ドルです。で、あの、その結果、アメリカの金利が下がったんで、アメリカと日本の金利差ですね、日米金利差、これアメリカの10年債り回り引くことの日本の10年債り回りなんですけど、これが低下します。 で、これが低下すると円高に行きやすい。なんでかっていうと、ドル円との連動性が高いからですね。はい。あの、これ一応チャート出しておきます。比較チャート。オレンジがドル円の値動きです。ちなみに。はい。で、えっと、この冷やし部分が日米金利差になるんですけど、まあ、大体一致してると思うんですよね。見比べてもらうと。 はい。なので、この日米の金利差がま縮小した関係で、ドル円が134円の前半まで円高に押されちゃったよ。っていう状況。債券売りですよね。債,あの債券買い金利低下ですよね。債券を買われて金利が低下して、その結果、ドル売り円買いが入って円高に向かってドル円が134円の10銭台まで今下落している。 はい。じゃあ、ここを受けて、ドル建ての日経平均どうなのか、高値、また取ってきてるんですよね、直近ね。これ日経平均割ることのドル円です。カースの変動リスクを考慮した日経平均はこれなんですけど、海外投資家が見てるのはこれなんです。カースの変動リスクもあるから。ドルを円に変えて、そこから日本株に投資でしょだから、やっぱし円高円安っていうところは収支に直結するんで、そこは無視できない。 で、海外投資家から見た日経平均は、バンドークを若干形成して上がってるような状況ですよね。ストーキャだけ加熱気味は RSI、SI、MacD は、まだ加熱のラインまで上がってきてません。上がってきてません。はい。まあ、ドルベースの日経平均はこんな感じ。で、トピックス。どうなのか。トピックスは横横状態。ここも日柄調整ですよね。ただし、 日経平均とトピックスどっちがいいのって言っちゃうと若干トピックスが優勢。今日は日経平均優勢ですけどね。これ何なのかっていうと NT バイリス。日経平均を割ることのトピックス。上がると日経平均より下落するとトピックスより下げたところが今日単日上がってるので、まあ、あの、ね、トピックスよりも日経平均の方が優勢だよっていうのが出てはいるんだけども、対極的な流れは下向きだから、まあ、直近は日経平均よりもトピックスへの強度の高い、時価総額の大きい まあバリュー株であったりとか、まあ、後輩取り回りメーガの方がパフォーマンスが良かったよっていうのは出てる。トピックスの方が優勢だった。で、マザーズ。0.54%上昇。ここも、ただこ、こ上がってるんだけど横横状態ですよね。ただ、今日、単日で言うと、日経トピックスが難聴な中、マザーズはプラス。まあ、短期のマネーが、あの、週末控えて入ってきてるという状況。うん。TM バイルさん下落ですね。 これトピックスあることのマザーズ。上昇するとトピックスより、下落するとマザーズより。下げた、上げたところが下がってるので、トピックスよりもマザーズの方が若干優先。まあ、ボリバーの挑戦25日ラインで、弾き返りされてまた上がってくる可能性も考えられるんで、この長期のラインが、あの、ゴールデンクロス組んでますからね。200日ライン、50日、75日、100日ラインと、200日はゴールデンクロスを難読的に組んできてるんで、ちょっと上向き方向に力いきやすいんだけど、 一旦ここまでの押しはあるかもしれない。で、NM バイルス。日経平均割ることのマザーズ。上昇すると日経より、下落するとマザーズより。これも一緒。75日、100日移動平均線と200日と距離感近づいていて、ゴールデンクロス組んでくるなら、もうちょっとその上の方に行きやすいんですよ。だから、ここもボリバーの中央線、25日ラインまで一旦下がって上げてくるかどうか。ただ、た直近1週間で言うと、日経平均よりもマザーズ、中小型株の方が、若干パフォーマンス良かったよねっていうデータが出てる。 データ出てるじゃあ、日本株内ではそうだったけれども、対米国株に対してはどうなのはい。日本株と米国株の優勢、どっちが強いのかこの NSY 率、日経平均あることの S&P500 を見てほしいです。これ、分子が日経平均、分母が S&P500。要は、分子が日本株、分母が米国株なんですね。 上がると日本株、下落すると米国株が優勢っていう風に判断される中で、今、横横で一週間揉んでるんですよ。で、パラボリック、このドットチャートと冷やとの距離感が近づいてきてるので、これが下落トレンドを形成するなら、まあ、こういった形でね、一旦その、下向き方向に力が入りやすくなるかなと。日本株から米国株への優位性が若干出やすそうな動き方ではあるんですよね。で、えっと、その流れが、 極端に出始めるのが多分ここの RSI の下値ライン終わった段階に、要はその、もし下がってくるならに、今日本株の方が若干優勢なんだけど、日本株から米国株っていう流れが出てくるかもしれない。まあ、そこは覚えておいてほしいですよね。じゃあ、その流れで米国株どうだったのニューヨークダウは、まあ、30ドル安。ま、一旦ですね、朝の2時3時ぐらいは200ドルぐらい下押してたんですよ。そこまで起きてたんですけど、その後朝起きたら、 下げ幅縮小で下へぎ伸ばして着地っていう感じですよね。ストキャスティックスは売られすぎではない、RSI は切り下がってる、MacD は下落トレンドを形成中、S&P5000.45% 上昇、5日移動平均線、水色ラインと黄色のライン、25日移動平均線のゴールデンクロス形成が若干見えてる。まそうなってくるとね、まあ、あの、ボリバのプラスにシグマラインまで、 見えてきそうな感じはするんだけど、MacD は下ラクトレンド依然として形成中です。時は RSI もなんか中途半端だよねっていう状況の中で SQ 行きます。はい。ビッグス指数は16.93まで低下中なんですけど、MacD のデッドクロス形成を伴わずに、まあゴールデンクロスを伴って SQ 集に入っちゃうと、 アメリカの S 級州荒れやすいんですよ。その傾向直近何回か出てるんですよ。で、その解説動画は、この動画を最後まで見てもらったら、画面にサムネイルが4つ出てきます。そのうちの爆撃戦略3っていう動画を見てもらうと、なんで、あの,の、ビックスとマック D がゴールデンクロスを形成したまんま、S 級州に入っちゃうとアメリカの、まずいのかっていう解説してるんですね。来週どうなってくるかですよね。今晩の動き。CPI のね、動きから上がってるっていうところはちょっとね、やっぱし、 違和感はあるんですよね。だって、地銀が、ね、暴落してるわけじゃないですか。連鎖破綻して。前から言ってますけど、パックウェスターン、ウェストバンコーポレーション、ウェスターアライアンスバンコーポレーション、アメリカの地銀、まだあの、金融不安続いてますよね。その中で、まあ、その、強いデータが出てきてる。まあ、アメリカの声強いですよ。失業率も、まあ、低いですよ。めちゃめちゃ3.4%。賃金上がってますよ。で、物価、CPI 出ました。 消費者物価指数は下がってます。4.9%。2年ぶりに5%下回ってる。ただ、コアの方は高止まり状態なんですよね。依然として。その中で、まあ、金利低下して上がってきてるわけでしょ。下船。<laughs> もう、ま、上がってるんだったら上がってるで嬉しいんですけどね。利益は増えるから。はい。僕もその、米、国、米ドル建ての資産を持ってるので、 米国に上がってほしい。本当に。それはある。ただ、ちょっとね、やっぱその、債務不履行の問題。アメリカの方でデフォルトなるかならないかっていう問題で、債務上限の問題がアメリカの方で出てるわけじゃないですか。で、今日は速報でまたイエレンさんが、今その、債務上限の問題クリアできないと、世界的に景気交代を招き、恐れがある。だからやらないといけない。やばいよっていうのをアナウンスしてきてます、再度。ただ、 トランプさんはそれに対して、もうデフォルトでもいいんじゃねえのみたいな感じのことを言ってきてるんですよね。うん。はい。だからその、そこのことに関しては、どうなのかなっていう感じはします。債務不履行、債務上限、あの、引き上げることができなかった、アメリカデフォルトってなっちゃうと、やっぱしね、あれだと思うんですよね。で、えー、っと、スワップ金、スワップも上がってるわけですよね。 デフォルトスワップもうん。で、一部の新興国以上にそこが上がっちゃってるよっていう風なニュースも出てます。今。アメリカに関しては。で、バイデンさんも G7。はい。あの、そこの問題が、 クリアにならないと参加できないかもしれないっていうふうに言ってるわけでしょ。まあ、土壇場になって、まあ、バタバタしてるという、そういった状況ですよね。だから、不確定要素は目先まだ残ってるんですよ。債務上限の問題に関しては、あの、過去ずっとこういったやり取りなされてるんで、まあまあまあ、まあまあまあ、引き上げて、無難に着地デフォルト回避という形になるのかなっていうふうには思ってはいるんだけれども、個人的にもですね。 ただ、マーケット全体にまだまだ、その、無視できないようなリスク要因っていうのは残ってるよねっていうのは認識しつつ、今の上値を追っていく。イコール、利益確定売りを少しずつやっぱりスライスしながらやりながら、やっぱり持ち越しておくっていうのが重要なのかなと思います。特にやっぱり日本株も上がってるし、さっき言ったように日経平均の理論値も大きく1000パーンって下がっちゃってるわけでしょ。それやったら、なおのことを、やっぱその、いろんなその状況証拠はあるので、 そういった戦略、過度に上値を期待、上がってきたら嬉しいけどね。僕もその、上がってくれたら、あの、無利益増えるんで、嬉しいんですけど、過度に期待しすぎることなく、あの、なんていうか、ガンガン行こうぜじゃなくて、どっちかっていうとバランス重視、もしくは、あの、場合によっては命を大事にっていう形で、まあ、ドラクエに被せていってますけど、やってもらった方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。 で、ただその、やっぱ金利低下したことによって、ハイテク株にとっては追い風でしたよね。ナスダック1%上昇。直近高値ラインを抜けてきた。で、半導体株指数に関しても、まあ1%昨晩上がってますよ。だから今日日本の半導体株を若干買い戻しの手が入ったよねっていう状況。ここはまあ連鎖的にアメリカの金利低下に伴って、ハイテク株が強いっていうのは見えてる。で、アメリカの中古型株指数、ラッセル指数も0.56%昨晩上昇。じゃあその中で、 あの、グロース株とバリュー株の優位性は、グロース株の方に軍配が今上がってるっていう状況を視覚的に確認してほしいから、このチャートを出します。これ、S&P500 のグロース株指数割ることのバリュー株指数ですね。上昇するとグロース株優位、下落するとバリュー株優位。下げたところから上がってるので、バリュー株よりもグロース株の方が全体的に米国株は優勢です。バリューからグロースへの、あの、グロースシフトが起きていると、いう状況ですよね。 で、5日後200日のゴールデンクロス形成がもうなされるので、もうちょっとなんかこう上の方にバンドを伴いながら上がってきやすくいいチャートを形成してる。ということはバリュー株よりもグロス株の方がまだちょっと目先優勢になる可能性があるよねっていうのは見えてる。じゃあ、業種別ではどうなのか。昨晩のアメリカの上昇を一番牽引したのはコミュニケーションサービスセクターです。アルファベットであったりメタが入ってるとこですね。うん。 で、2番目。インフォメーションテクノロジーセクターが上昇に、まあ、グロースセクターですよね。で、上昇サインは金利が低下したことによって、不動産セクターが上がってます。リアライス制度0.99%上昇。まあ、その下にね、まあ、ユーティリティであったり続くんですけど、で、一番下がってるのがエネルギーセクター。なんでかっていうと、WTI 原油が一旦ボトム打って戻ってきてるんだけど、72ドル台で、今ちょっとその膠着状態になってるから。はい。金融セクター下落。工業セクター。 生活必需品。まあ、ここあたりがちょっと下押しちゃったっていう状況の中で、まあ、グロース株が強いよっていうのは、ここでも一応確認できてますよね。じゃあ、個別株で見るとちなみにどうやねんっていうところなんですけど、スナップチャット。はい、スナップですね。これ5.2%上昇。グロース株。アルファベット4%急収。はい。いいことを起こり始めてますよね。なんでかっていうと、200日と75日のゴールデンクロス形成が見始めてて、 要はここの50日と100日のゴールデンクロス、全体的に200日と組みそうな形で動いてるじゃないですか。この後でいいこと起こりやすいんですよ。は、まあ、中心銘が強かった。アマゾンも上抜けてきたでしょソーラーエッジ。 あちなみに Amazon もその25日と200日との距離感が近いので、これはゴールデンクロス組んでくるとその後にいいことが起こりやすくなってくる。で、さらにそこから上がると、あの50日、75日、100日も200日との距離感が、まあ、狭まってくるので、なおのこといいこと起こりやすいっていう状況ですよね。で、Advanced Micron Device AMD はこれは Microsoft の協業が発表されて、まあ、V 字回復状態。 リフト、急落後から一旦自立反発、セールスフォース、マイクロソフト、ユニティソフトウェア、ウーバーテクノロジー。まあ、ここあたりは、あの、上位見てもグロース株。で、い、ペイパル。まあまあ、これ決算後急落で、急落3日までだから、今晩、あす、今晩もしくは、来週頭ぐらい、ちょっと短期的な自立反発が入ってくるかもしれない。で、アメリカンエクスプレス、ブロック、スクエアカメですね。はい、マイクロンテクノロジー、 カーニバル、エクソンモービル、エネルギー関連、シェブロン、エネルギー、ナイキバリュー、バンコーブアメリカ、金融、まあ、下向き方向に今掘ってきてる。で、デルタ、エアライン、まあ、ショッピア一服ですよね、上昇ね。ウォールト・ディズニーでアルコアであったり、まあ、バリュー株弱くてグロース株強いよねっていう流れが、まあ、出てきてはいるんですよね。銀行株は弱いけど。 あ,あ、ちなみにそのテスラは若干下落ですね。0.3%。まあ、ボリワーの治療性25日ラインで一旦頭を打たれている。あのこれ前から言ってる通りですね。バンドオーク日柄調整が入って、パラボリックマックデ d が上昇トレンドを形成すると、ボリワーの治療性25日移動平均線までの軌道修正は起こりやすいよただし、この2つの角度が鋭角になってくると、ここで利益確定売りがまあ出やすくなる。ので、まあ、そこで揉んでる。まあ、一連の流れですね。これは、その、これも爆撃戦略シリーズ。この動画最後まで見てもらったら、 動画何本か出てくるので、その中で解説してますから、よかったら見とってほしいです。はい。アメリカの半導体株全般的にこんな感じですね。まあ高いやつ、まちまちだけど、全体的に上がってる銘柄の方が多いかな。NVIDIA もまあ1%上がってますしね。で、えー、っと、そこから見る、他のところ、米国株見ました、貴金属コモディティ類、ゴールド、2027ドル。まあ金利が下がったんで、金価格も一旦上昇に転じてはいたんですよね。 ただ、ドル指数が上がってきてるんで、ゴールドが下がってるんですよ。ドル指数上がってきてるんですよ。金に下がってるのに。アメリカの10年差利回り前に低下ですよね。なのにドル指数、ドル買いが入ってるんですよ。ユーロドル。下向きですね。ユーロ売りが入ってます、あユーロ売りが。あの、ドル指数っていうのは、ユーロへのウェイト、ユーロのウェイトが高くて、だからね、ユーロドルが下がると、ドル指数の上昇要因になるんですけど、 ユーロッチのユーロドルのチャートがちょっと崩れて5日と25日とデッドクロス形成が見えてるんですよ。はい。なので、ちょっとね、下押し圧力入りやすい。特にボリバーの中央線、この赤のライン、25日ライン、この黄色のラインをボトムラインとして動いていたところから、レンジ、レンジが下の方に移ったわけでしょちょっとその動きはいいすよね。で、ビットコインに関しては、まあ、参制であったりとか、はい。 いろいろ出たりとかしてて、仮想通貨に関しては、ま、下向き方向にエネルギー入ってる。んで、ちょっと、あの、まだ手出せなくて、というのが、黄色のライン25日と50日移動平均性ライン、この青のラインのデッドクロス形成が目先見えかかりしてるんですよ。ということは、これデッドクロス組んでくると、ちょっと下向きに圧力入りやすくなるんですよね。なので、ちょっとここでのエントリーは、少し勇気がいる。打診ってのはありかもしんないけどね。下引き伸ばしてるから。 うん、ただ、デッドクロス組んでくると下向きし圧力が入りやすいよ。だから、ま、さっきのスクエアですね。旧スクエア、ブロックが下がってるって感じです。はい。で、ちなみにドクターカッパー下向きです。ということは、景気交代懸念出てるんですよ。あの、景気が良くなると物が作られます。銅が使われます。銅価格が上がります。これ一連の流れです。景気は、 交代懸念が出ます。全体的に悪くなります。物が作られなくなります。そうなってくると、銅価格は下がる。これ、あの、格言っていうか、あの、連動性があるんですよね。だから、ドクターカッパーっていう、あだ名がついてるんですよ。銅には。ドクターゴールドとか言わないですよね。<laughs> ドクターパラジウムとか言わないですよね。ドクターカッパーって言うんですよ。そういった名前がつくほど、景気に対して、銅の価格って敏感に動きます。 主にやっぱり中国の動向、まあ景気っていうところに大きく左右されやすいっていう特性があるんだけども、これ下がってる。ということは、あの景気交代懸念はくすぶってるんですよね。ここを見ると。他の市場、香港セン、下落。上海、中国市場下落ですね。シンセンも下落。香港セン下落ですね。ユーロ、欧州市場。 ユーロスト50.47%上昇。ドイツダックス下落。イギリス FTSE 上げ。日柄調整中ですね。大島ね。なので、全体の動き見たんですけど、ビックスの MACD ゴールデンクロス形成されたまんまで S 級衆入ってもらったら困るんですよ。下げやすいっていう期待値があるから S 級衆狙われやすいっていう。だから、 そういったところはちょっとその意識しておかなければいけない。昨晩の CPI は4.9%まで低下した。されど、コアは高止まりで、依然として物価上昇圧力は粘着質的に頑固ですよっていうのはデータとして出てます。で、アメリカの雇用も良かった。で、銀行の不安もくすぶってる。債務上限問題もある。依然としてクリアしなくちゃいけない問題は、まだまだ山積みの中で、 一本調子でいくかどうかってところがね、ちょっとやっぱしポイントになりますよね。うん、上がったら下がるんで。で、日本株に対しては、理論値がぶっ飛んでるのが、やっぱしそのすごい気持ち悪い。おととい、一昨とと昨日の日本株の割安感割っていうのは全然違いますから。はい。おとといの 割安感が一気に吹っ飛んでますからね。PR14 倍から PR14.5 倍になったんで、理論値が、まあ、ガクって1000円下がったんで、日本株の割安感は一気に1日で吹っ飛んでるんですよ。ソフトバンクグループ赤字。はい。その中で EPS がまた2000円割ってくるとするなら、やっぱし下押し圧力入りやすいと思うんですよね。だけど上がってる。それは海外投資家が買ってきてるから。 個人は売ってるけど、海外はどん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 買ってきてる。で、日経平均の一変わ利益、まだ出てないんですもんね、最新のデータがね。多分夜のライブ配信の時には出てると思うので、そこはまあ、またね、あの状況アップデートしたいと思うんですけど、高値追いは禁物だと思うんですよね。こういったデータが出てるんだったら。 なので、また動きがあったら、とりあえず、YouTube であったり、Twitter で情報配信していくので、最後によかったら僕のチャンネル登録と Twitter のフォローしとってもらえたらと思います。日本株に関しては、上がってるようで、個別で見ると大きく下がってる銘柄ある。さっき言った通り、その顔とかも下がってるからね。インバウンド関連銘柄で、ね。はい。なので、あのー、そこあたりをしっかりと踏まえた上で見ててほしいかなと思います。顔とか5.23%急落してるからね。うん。上がってる銘柄はあるけど、 全体的には悪いよ。それがやっぱしデータとして出てる。そこは慎重に受け止めて、株価は業績に修練する。業績が株価に追いつくじゃないですよね。株価は業績に修練していくので、そこを踏まえた上でマーケットを慎重に見極めてほしいかなっていう思いも、ま、今、思いますので、よろしくお願いします。あとメンバーシップのテクニカル分析の勉強会やってるんですけど、今月はデートレ月間です。デートレの勉強会月間です。デートレの講義を集中的にやってきますんで、今のこの段階で、 そこの理論武装を進めていきましょう。よろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。ティッシュ